こんにちは、植物生け肉種学研究室です。私たちは2人の先生のもとで野菜や作物の新品種育成に向けたさまざまな研究を行っています。それではそれぞれの先生方の詳しい研究内容についてご説明いただきましょう。どうぞ。我々、植物遺伝育種学研究室の松島チームでは唐辛子とそばを中心に研究をしております。どういう研究かというと、まず、研究材料としての遺伝資源としての唐辛子の在来種とか、野生種なんかを世界中から集めてくるというのが一つ、それから、その持ってる唐辛子が持っている特別な形質、特徴ですね、それがどういうふうに遺伝していくかっていうのを、遺伝解析するっていう仕事、さらにそういう形質を特徴をですね持った新しい品種を作るという仕事をやっています。特に、最近ではシシトウがなぜ、突然辛くなるか、普通は辛くないシシトウが時々辛いのありますよね。それがどうして起こるか、でそもそも辛いはずの唐辛子なのにシシトウがなぜ辛くないかということを、解析もしていますし、日本にいっぱいある在来の唐辛子、古くから作られている唐辛子ですね、そういうものがどういう流れで日本に入ってきてどういうふうに広がっていったかということを、研究もしています。こういういろんな研究、そばや唐辛子のいろんな研究をやってますので、ぜひ皆さんも研究室に興味を持った方は来ていただければと思っております。はい、植物遺伝育種学研究室を、松島先生とともに運営している根本と言います。研究の、大きな柱は2つ、3つあるんですけれども、1つは、稲やトウモロコシ、小麦といったそのメジャーな作物とはこう対極的な位置にある、マイナーな作物ですね。具体的には、雑穀類を含む、蕎麦やアマランサスを使った遺伝育種学的な研究、もっと具体的に言うと、品種改良ですとか、それから特定の遺伝子の解析なんかをやっています。もう一つの研究の柱は、長野県内に古くから伝わる、伝統野菜と呼ばれているものですね。特に、株ですね、油中の作物野菜の株を中心に、保全遺伝学的な研究をしています。貴重な伝統野菜をですね、次の世代にどうやって残すのかということを、遺伝育種学的な研究立場、それから保全遺伝学的な立場から、研究成果を出して、提言をしていくというようなことをやっています。それから、もう一つ、これは皆さんがですね、入学してからの、お楽しみになるのかもしれませんけれども、海外ネパールですね、で海外農業実習というものをやっています。残念ながらコロナ禍で、去年と今年は実施できていませんが、過去7年間、学生と一緒にですね、ネパールへ海外農業実習に行っています。そういったものにもね、関心のある人はぜひ、信州大学農学部へ、を受験して入っていただければと思います。皆さんの、入学をお待ちしています。はい、以上です。続いて研究内容について詳しく紹介していきます。先ほどの先生のお話にもあったように、当研究室はこちらの4つのテーマを軸に研究を進めています。これは遺伝資源収集のために現地に向かっている様子です。私はアジア諸国で収集した唐辛子遺伝資源の調査を行っています。遺伝資源は今後より良い品種を作っていく上で必要となる大切な資源ですが、現在環境の変化などによってなくなってしまうという危機的状況にあります。そこでこれらの遺伝資源を守るために、探索および収集を行っています。またこのことに加えて自分たちで、育て直してどのような果実がなるか、またどれくらいの辛さかということを調査し、これからの研究の基盤となるデータを集めています。私は大学で、普通そば、長野県で有名なおそばについての研究をしています。でその中で
お蕎麦というのはやっぱりその栽培にあたって結構いろいろな問題点があるということなので、その問題点を解決するために同じお蕎麦なんですけれども、ちょっと違う脱炭蕎麦、宿根蕎麦というのがあるんですけれども、その脱炭蕎麦、宿根蕎麦に、2時しか持っていないその特性っていうものを普通蕎麦に導入する、お蕎麦に導入して新しい品種を作っていこうっていうような研究をしています。で、今この手に持っているのがその何ですかね、その未来のその雑種、その候補になるんですけれども、こういった形で試験管の中で植物を栽培して、これからずっと研究していこうというふうに考えています。私は現在、唐辛子の辛みが変動するメカニズムの解明に取り組んでおります。唐辛子の辛みの強さは、栽培時の高温や干ばつによって大きく変動することが知られております。これらは、唐辛子の園芸生産や市場流通における大きな問題になっておりまして、辛みの安定化に向けた唐辛子の園芸生産を考える上で、この唐辛子がどういったメカニズムで辛みの変動が引き起こされているのかを明らかにするということが求められております。このような背景から、私はシシトウが突然辛くなるという現象に焦点を当てまして、この現象から唐辛子の辛み変動が引き起こされるメカニズムの解明に取り組んでおります。これまでの成果として、私はシシトウは種子が少なくなると辛くなるということを明らかにしております。シシトウというのは本来種子が少ないと辛いということが経験的に知られてきたんですけれども、私は植物ホルモンについて人工的に無種子のシシトウ配列を作出し、これによって辛みがどう変化するのかということについて調査を行ってきました。そうするとシシトウは無種子化によって辛み成分であるカプサイシン含量が増加し、強い辛みが発生することが明らかになりました。現在は遺伝子の働きの変化という観点からこの辛み変動現象の理解に取り組んでおります。具体的には次世代シーケンシングという技術を用いまして、シシトウ配列内で発現している遺伝子メッセンジャー RNA の発現量をモラル的に調査して、この辛みの弱い配列と辛みの強い配列で遺伝子発現量を比較することによって、どういった遺伝子が辛み変動に関与しているのかを探索しています。私は長野県の伝統野菜である親高み辛み大根について研究を行っています。親高み大根は現在生産者や生産量が減少しており、このままでは衰退してしまうことが考えられます。なので伝統野菜の保全のために、親高み大根の復興や主な栽培地域への貢献ができるよう研究を日々行っています。主な研究内容として、特徴である辛みのについての調査や、高辛み系統の作出を行っています。着きました。こちらが唐辛子と蕎麦の包丁になります。中まで見ていってみましょう。これらが遺伝資源で、他の系統と交雑しないようにこう網が張ってあります。今これは唐辛子の果実を落としているところです。果実の辛みが果実の成熟に伴って増えていくんですけども、その一定の果実、これの場合は開花してから30日の果実を落とす必要があります。それでその30日という日にちを揃えるために、今なっている果実を一斉に落とすことで、その日にちを揃えて、実験で使う辛み成分を測る果実を取れるようにしています。
続いて地味の様子を見てみましょう。知識を深めるために自分の研究内容と関連のある論文を読んで発表しています。学生が積極的に質問したりアドバイスをしたりして理解を深めています。農学部はどの大学よりも身近に 農場があってすごいいろいろな農作物を身近で見れると思います。すごく楽しいところなので、たくさんの唐辛子と私待ってます。受験生の皆さん、今は受験勉強大変だと思いますけれども、大学は自分のやりたいことが勉強できて、また自分の研究したいことを研究できて、すごく楽しい時間を送れると思います。またプライベートも充実していて、人生に残る4年間を過ごせると思いますので、ぜひ信州大学の農学部に来てください。待ってます。